そこまでです、ブラウスさん。刃物を置いてください。サシャは狩人やった。はい？ごめん頃から弓を教えて、森で獣を射て殺して食うてきた。それが俺らの生き方やったからや。けど、同じ生き方が続けられん時代が来ることは分かっとったから、サシャを森から外に生かした。で、世界は繋がり、兵士になったサシャはよその土地に攻め入り人を撃ち、人に撃たれた。結局、森を出たつもりが、世界は命に奪い合いを続ける巨大な森の中やったんや。サシャが殺されたんは、森をさまようたからやと思っとる。せめて子供たちはこの森から出してやらんといかん。そうやないと、また同じところをぐるぐる回るだけやろう。だから、過去の罪や憎しみを背負うのは、我々大人の責任や。ニコロさん、弁護を話しなさい。よし、リサ、ゆっくり動かすんや。はい。怪我を見せて。ミア、大丈夫か？本当に私が憎くない？ハンジさん、そのガキの口をゆすいでやってくれ。あのワインが入っちまった。え？もう手遅れだと思うけど。あのワインには何が入っていたの？多分ジークの脊髄液だ。